ネルソン・マルコスは、カーボベルデ出身、ポルトガル国籍のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。ドレッドヘアがトレードマークである。カーボベルデ系ポルトガル人。もともとはフォワードであり、ウィンガーとしてプレーしていたが、プロ入り後はサイドバックとして定着しつつある。旧ポルトガル領であるカーボベルデ出身。ビラノベンセ SC というクラブで頭角を現すと、SC サルゲーロス、その後、スーペルリーガのボアビスタ FC に引き抜かれる。そこでの活躍が認められ、2005から06シーズンに同国の強豪 SL ベンフィカに移籍することとなる。2005から06シーズンにおける UEFA チャンピオンズリーグでチームがベスト8となる原動力となり、バレンシア CF に移籍したミゲル・モンテーロ離脱後の不動のサイドバックとして定着した。準々決勝前の段階で全チーム中で最もクロスを上げた選手であった。また、対マンチェスターユナイテッド FC 戦では、エトビン・ファン・デルサールすらも取れないファンタスティックなシュートを決めて、勝利に貢献している。2005年12月頃に、ポルトガル国籍を取得し、2006年の U-21 欧州選手権に出場した。UEFA ユーロ2008予選のカザフスタン戦で、フル代表に初招集されたが、出場はしていない。2009年3月31日の南アフリカ戦で代表デビューを果たした。2008年、スペインのレアルベティスに移籍した。ビラノベンセ FC でのジュニアユース時代に、元東京ベルディ、現在 FC ゼニトサンクトペテルブルクで活躍する、復帰とルームメイトであり、現在も親交がある。ありがとうございます。